クリスチーヌにめっちゃ見られた。不審者扱いですね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は自然いっぱいの蜂蜜村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500ブリでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、蜂蜜村に出発。ほい、蜂蜜村に到着。お、あれは着替えかな？夢の世界へようこそ。あなたは今、蜂蜜という村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の蜂蜜の世界をご堪能遊ばせ。お、これは。見て、オーロラ。めっちゃ綺麗。いいね、いいね。久々に見て、オーロラ。あ、これは全部、袋に入れてくれとるってことなんかな、服を。青いスティックライト。ピンクのスティックライト。ってことは多分こっちが、女の子用の服だろう。きっと。はい、それじゃあ着替えます。あ、待って、一旦、全部バババって開けていっとこう。それから着替える。あ、なんか最後のピンクアーガイルの服で一気に可愛い系になった。ピンクのスティックライト。イエーイ。こんな感じです。こんな感じで。さあ、それじゃあ、あ、この手前に置かれてるやつなんなんやろ。あ、なるほど。こっちは食べ物なんやね。あ、食べ物だけじゃなかった。風船と吹き戻しもあったわ。はい、それじゃあちょっと一軒目。なんか、靴が置いてあるけど。どうも。夏美ちゃん、よろしく。どうも。着物かな？ここが一軒目、夏美ちゃんのお家、お邪魔します。いいね、外観かわいい。ん？これは、なんか、和と洋の融合的な感じ？カフェなんかな？あ！なんか、一番奥だけ、一番奥のベッドだけ、全然色が違う。なんかさ、リメイクで、この、何？青系？にしとる人ってあんまおらんくない？なんか、赤のまんまか、あと黄色とかはおるけど。え、かわいいね。なんかそこだけ、すごい、何？プライベートスペースみたいな感じなのも。いいね。なんか、周りと全然雰囲気が違う、そこ。てか、ここで寝るんや。お客さんとか入ってこんのかな？あ、一応、ここがレジになっとるけん、こっから先には、従業員以外立ち入り禁止みたいな感じかな。そして、こっちの和、和っぽい感じの方には、洋のケーキが置かれていて、こっちの洋っぽい感じの雰囲気の方には、和菓子が置かれているという。はい、それじゃあ、2階へ。お、2階も和風。あ、ここはお客さん用の、なんていうん？お客さん用の宿泊スペースかな？布団で寝るっていいよね、なんか。私はベッドなんだけども。いろりもめっちゃいい。今、キキーってなった。はい、そして地下へ。お、地下はお風呂。え、おしゃれ。これはアイスティーですか？お風呂に入りつつ、紅茶を飲むという、え、なんかめちゃくちゃおしゃれやん。いいね。いいね、そういうの。なんかお風呂入ったら、なんかお風呂の中で、こう、なんていうん、水分が失われていくけん、お風呂上がりの一杯の水は大事っていうしね。
水素を敷いて、二軒目はあっちにあるのか。ちょっと離れたところに。おぉ、びっくりした。なんか敵に見つかってしまうみたいな感じの。あれは?ジェシカ。お、どうも。オグさん、オグ村長さん。のんびりのびのびやってます。それが良き。いいね、お邪魔します。お、村長さんのお家はすごい、シンプルめで可愛い感じのお家。いいね、いいね。このなんか、さーっていう音は一体、外?外かな?この辺、ではないね。別に何も。テレビがついとるわけでもないし。え、なんか聞こえるよね。波の音?波の音みたいですね。はい、それじゃあ、2階へ。あ、2階はなんかまた違った雰囲気。1階はなんかすごい、なんていうん?淡い色で、なんかシンプルな感じやったけど、なんかすごい濃い色。私はこの2階の方が好きかな。そしてひっそりとここにいるワンコ。あ、このベッドの色もいいな。なんかあれよね。あんまりこう、よその村とかで、見んような感じの色のリメイクをしとるよね。かわいい。サンゴって、テーブルの上に置けるんや。初めて知った。なに、この服めっちゃ気に入ってるの?ここもそうやし、こっちにかかっとるのもそうなんやけど。なんか魔女の宅急便の、キキが来てそう。はい、そして地下へ。あ、地下は、ここでゆっくりと読書を。あ、でもここにもベッドあるね。まあ読書しよって目が疲れたらここで一旦仮眠取って、みたいな感じかな。え、めっちゃいいやん。ゆったり音楽聴いて紅茶を飲みながら、読書を楽しむ。こういうなんかちょっと秘密基地的な、感じの雰囲気の空間好きよ。落ち着きそう。でも、アユナは紅茶が飲めない。はい、お邪魔しました。さあ、そして残りの2軒は、橋の向こう側か。ということだから。あ、ここから渡っていって、どこだ?全体的にあれかな?チューリップが多いんかな?いや、そんなことないか。いろんな花がいっぱいあるのか。はい、3軒目。3軒目の住人さんは?家の中かな?お邪魔します。クリスチーヌにめっちゃ見られた。不審者扱いですね。お、お店や。しかもめっちゃちょうどいい位置におるやん。これカウンター越しに話しかけれたらいいのにね。それは無理なのか。どうも。いおりちゃん、よろしく。どうも。カフェや、カフェ。え、かわいい。あれだよね、レジのところを通り抜けての、顧客席。ほうほう。え、これは?これはテーブルなのか?テーブルと椅子?そして何気に、この端っこにあるテディベア。何気にっていう大きさではないけど。いや、かわいい。そしてケーキバイキングに行きたいです。どさくさに紛れて自分の願望を言うアユナ。お、2階。もしかしてテディベアとか自分で作っちゃう系ですか?でもとりあえずなんかね、縫い物とかするっぽい感じやね。もしかしてこのパッチワークの電気とかもそうなんすか。女子力だわ。いおりちゃんの女子力だわ。はい、それじゃあ地下へ。お、地下はなんかファンシーな感じ若干。ファンシーっていうかカントリーな感じかな。
ワンコが飼われとって、このフラミンゴは生きているのでしょうか。そして、テンと、あ、いいね、いいね。こういうところなんかフォークソングみたいなの歌っちゃって、で、ハンモックでゆらゆらと揺られると、至るところに紅茶が出てくる。やっぱり紅茶って見るとね、すごいおしゃれな感じするんよね。飲めるようになりたいけど。はい、お邪魔しましたさあ、それじゃあラスト。一番奥の方に4軒目のお家が。すごい入り組んどるよね。でもこういうのもなんか計算して置かれとるんやろうなって思ったら、すごいな。あ、なんだこれ。めっちゃ囲われとるやん。どうも。ムクくん。お部屋作成中です。あ、まだここは出来上がってないってことかな。お邪魔します。でも全然男の子って感じの家や。ね。そしてなんか、飛び盛り界の男の子は基本的にこう、ね、何か物作りというか、工具系のものが家にあることが多い。こうやっぱこういうね、なんていうん、プライベートスペースみたいなの私めっちゃ好きなんよね。なんかすごい、なんていうん、ちまっとした空間でもさ、めっちゃ落ち着くことない？広々とした場所よりも。はい、それじゃあ2階へ。お、この村はなんかみんな読書が大好きなんやね。そして、なるほど。あれか？星とか、そういうのが好きなんかな？なんかこの、わからんけど、座布団もなんか、ぽい感じじゃない？ぽい感じ。小学生の時とかよく星座早見表みたいなんでさ、星座を探したりとかしよったけど、最近はね、あ、あれオリオン座やなとかそういう目立つやつしか見てない。何これ地下。え？どういう作り？なんか面白い。そしてほら、周りめっちゃ星。星がいっぱい。で、やっぱり地下でも本が読める。ここに座ったり、こっちも座ることができるってことかな。大勢で本を。あの荷物は何なんやろ。ほい、お邪魔しました。え、この家未完成なんかな？それともセリフを変えていないだけとかそういう。え、だって全然、ね。全然余裕で、綺麗でしたけど。あ、この辺公園？みんなこれなんて読みよん？読みよるっていうか呼びよん。私地球儀っていうしさ、私の周りの子とかも地球儀って言うんやけどさ、うちの親に、そんな呼び方したことないって言われたよね。え、なんか地球儀っぽい感じの形やけんさ、そういうことない？違うのか？帰らせて。あ、ちゃんとこの近くにね、釣り竿とか置いてくれとんやね。でもこれ夢の中の世界では釣りとかはできんのかな？魚影とかないよね。そして私は今、どこが広場か、ちょっとよくわからなくなって、ここよね。はい、到着。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか、あれか、うちの村は多分、ダブルレインボーの時に更新しとるけど、やっぱりみんなそういうね、特別な天候の時に更新するよね。綺麗やわ、オーロラ。